はい、渡辺麻友です。今回はスペシャリスト、ノーマットを使っていきたいと思います。で、渡辺麻友のクラスの、ショットガン振武器でフルオートのね、ランページ、早速使っていきたいと思います。初使用で。で、ギアは装備チャージのクラスで、ニュークタウンのね、で、ストックパイル、プレイしてみたいと思います。ストック初使用パイです、これ。フルオートになってますね。ようやル。く、型具を回収ティし、ア50にロなっジットて、サイトへ持っていけ。ブラックマーケットかティア50で、ようやく、ショットガン、この振武器ランページ獲得できました、これ。はい、ラブルズは。おう。フルオートになってるからね、めっちゃ強いっすよ、これ。あと全員のランになってますね、これ。おお、いいね。ちょっと、バンバン、切り合っていきますか。突進あるのに。ねえ。弾がない。いるか？レポジットポイントが移動した。コイン。やられた。キル数ちょっと悪いな。2キル。デポジットポイント、あれはダメだな。3キル。よしよし、レベルアップ、レベル2でリフレックスだな。バンバンキルしていきます。これ上じゃない、これ。めっちゃ強いよ、これ。この辺にいる。全然キルできないだろ、もう。報告。上空に敵のケアパッケージ。上空に敵の UAV。敵が強いな、これ。ケアパッケージの投入を許可。デポジットポイントが移動した。これはショットガンの立ち回り方があるからね。あ、難しいな、これ。敵のライトニングストライクレーダーを開始。ダメだな。敵のライトニングストライク接近。これ敵がめっちゃ強いのよ、これ。弾があんまり多くないからね、これね。7キルか、まだちょっとキル数上げなきゃいけないな。味方少しでも全然たまらんしね、これ。味方はちょっと足玉というようになってるね、これ。ダメだな、キルできないな。ちょっとキル数が悪いね。はあ、味方が取られてるな、これ。タグ、ちょっとキル数が悪いね。まだ8キルしてるでしょ。ジュノ、行くのか。ダメだな、キルできない。10キル。キル数がよく、おーし、いいよ、これ。ちょっとキル数上げていかなきゃ。あ、ダメだな、味方が取られてるね、これ。動きがあれだな。タイミング悪いぞ、本当に。全然ダメだよ、これ。はあ、タイミング悪いわ。ちょっとキル数が悪いな。ダメだ、これ。ちょっと初勝負だからね、これ絶対勝てない、無理だよ。13キロ。キル数はそんな普通だか。よしよし。通信、敵のダートが稼働。
ここにいる。上にね、これいない。ここにいっぱいいる。ダメだな、全然キルできないぜ、これ。14キル。デポジットポイントが移動した。ダメだな。これでも強いな、これフロートだから。よしよし。上空に敵のケアパッケージ。ここじゃないのか、これ。あ、また取られてるわ、これ。ああ、味方に。キルス悪いな。これ、こいつは27キルやってるのか。よしよし。40キルが行くかな。行かないか。これ拡張マガジンついてないとちょっと厳しいものがあるな、これ。はい、いたな。あ、敵強いな、これ。あ、めっちゃ。あ、うん、キルができねえな、これ。追いついてきてる。でも、あ、やっぱスティープショットの方がいいかもしれないな。回復が遅いっすね、やっぱり。敵強いのよ、とにかく。ああ、敵に取られてんだよ、これ。こいつがよ、30キロやってるでしょ。取られてんだよ、敵に。ダメだな、完全に押されてるしな、これ。K9 で稼いできたよな。もう死んだしよ。終わってるわ、マジで。全然キルできないよ、これ。怖いもんがあるわ、これ。23キル。40キルが生かしたいけど、どうだろうね。よしよし。24。敵が上空に CUAB を展開。上空に敵の UAB。デポジットロケーションが移動した。めっちゃこれ敵がアタッチメントあるだな。タグ取ってんだ。敵の UAB が旋回している。ダメダメだ。30キロ行くか。敵の CUAB を感知し、敵強いな、これ。何キロやってんだ、これ。39キロ。めっちゃ敵が強いな、これ。これスティームショットじゃないとダメだな、これ。うん、スティームショットやらないと話にならんね、これ。ちょっと勝利なくして利益もない。めっちゃ強いのよ、とにかく。うん、上にいねえよな、これ。でも強いよ、これ。上空に敵のケアパッケージ。敵の UAB が展開している。タイミング悪いね、本当に。これ仕掛けてる時に来るのよ。不思議でしょうがないな、これ。な、終わりだよ、これ。もうすぐ時間切れだ。最後までよ。よし、30キロいった。30キロ
60ポイントで終わりだからな、これ。全然キルできねえな。大差で終わりだよ、これ。負けだよ、これ。よしよし。31キル。終わりだ、これ。変わりか。まあ、30キルいったからいいけど。50キルやってるんだ。31キル40ですけどな、ちょっとこれダメだよ、これ。マイナス6、目標4。クラスターグレード投げるぞ。敵がね、あのどあれとデポジットし、あのしすぎなのよ。早く終わってるから、もうちょっと長引けばキル数伸ばせたけどね。ちょっとキルがね、もうちょっとやりたかったけど、でも強いっすね、これね。フルオートだから。これはいいわ。面白かったよ。初使用で。武器レベル3ぐらいもあるんですけど、これ。あ、リフレックスと、ストッカー。31キル。はい、プレミアさんありがとうございました。こんだけ上がってます。あんまり上がってないけどね。ランページ、これ今回使用したフロート追従ショットガン、これね。今回腰ダメでやったからね、 ADS でもいいと思うんだけど、腰ダメでも、ショットガンね、腰ダメが強いところがあるからね。これですね、今回これですけど。明細どうなってるの、これ。あ、2回ヘッドショットやってるんだ。これもヘッドショット100回やらないといけないからね。ワンショットワンキルにしてほしかったけど、そしたらすぐ終わると思うんだけど、でフルオートだからね、いいと思うんですけどね。ヘッドショット出やすいと思うんだけど、レフレックスに今回の試合でストックまで解除で、もうちょいで武器レベル4でクイックドロー、これオペレーターもっともないしね。でマックスロードで武器レベル10がマックスだからね、すぐ上がると思うんですけどね。あの武器プレステージ回せると思うんだけどね。これいいっすね。早速これ使ってみましたけど、強いっすね。フルオートなんで、これ。はい、以上したいと思います。今回終わったら、まあ、これ引き続き使っていくんだよね。であの古いできればね、最近やってないんだけど、フリーフォールでこのランページ使って1位ちょっと狙っていくんでね、こうご期待ください。はい。今回、渡辺前のクラスの、この、ランページ。あの、ショットガン新武器のね、ランページに、スペシャリスト、ノーマットを使用して、ニュークタウンでね、ストックパイルをプレイしてみました。あとよろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。